ピアニスタというね、曲をね弾きたいなと思うんですけど、何分ですねライブでやったことない曲なんでちょっと難しいです。アレンジャーにね、あの桜井健太君というね、グレイ初の試みの、だからもう好きな感じにしちゃっていいよって、桜井健太君ワールドにしていいよみたいな、結構変拍子とかが自然と、ちょっと変わったあのプロデューサー、ギタリストでもあるんだよね。俺が作った曲の一回桜井君に預けて、それをこっちに戻してもらったものを俺らが弾くみたいな感じ、亀田さんとやってるようなことを、今回もやりましたね。ポイントはですね、桜井君が、作ったフレーズを弾くんだけど、やっぱり誘惑みたいな4分の4、4分の3、いわゆる8分の7と言われる変拍子ですね。そこら辺があの面白いなと思っていて、イントロでも使われてますね。この運指、これギタリストやんないですね。これあんまりやんないですね。この運指はトリッキーなことになっていますけども、サビはこれはね、あの家で、あの家のギターでシェクターで弾いたデモの雰囲気が良かったんで、それをオッケーテイクにしたんですよ。弾き直してないんですよ。一番違うのがね、こういう譜ありになってるんだけど、最初違ったんだよ。コードの中の分数で、ぶっちゃけもうなどこでもいいんだよ。もうワンコードでもいいよ。ここら辺のね。じゃあ行ってみます。来週発売、ゴーストトラック EP からグレイでピアニスト弾いてみた。